こんにちは、ミッチーです。今回はイースト不使用、発酵不要、材料7つで超簡単、あっという間に作れるワンちゃん用メロンパンをご紹介します。パン作りが初めての方でも失敗なくできて、飼い主さんも美味しく食べられるパン生地なので、焼きたてパンをすぐに食べたい食事時などにもぜひご活用くださいませ。ではまず材料はこちら。ベーキングパウダーはアルミニウムフリーのものを使用します。スーパーではあまり見かけませんが、製菓材料専門店や通販なら確実に購入できますし、値段も普通のベーキングパウダーとそれほど変わりませんので、お持ちでない方はワンちゃんの健康安全面を考慮し、ぜひご用意くださいませ。ではまずクッキー生地を作ります。皮を剥いださつまいもをレンジで柔らかくなるまで加熱、熱いうちにマッシュして、裏ごしをします。ここに薄力粉、オリーブオイルを加え、生地がきれいにまとまるまで混ぜます。できたらこれを5等分してそれぞれ丸め、これでクッキー生地の準備ができました。続いてパンを作ります。ボウルに強力粉とベーキングパウダーを入れて軽く混ぜ、無脂肪ヨーグルト、水も加えて手早く混ぜます。ある程度生地がまとまったら、5分から8分ほど体重をかけてよくこねます。生地ができたら均等に5分割して、これでパン生地準備もできました。では成形していきます。パン生地の丸め方はどんな風でも構いませんが、例えばこうして生地の端を下に揃えて手のひらに置き、もう片手を軽く卵を握るイメージで形を作って、生地にかぶせ、ぐるぐると3秒くらい転がします。するとこんな感じできれいに丸められるので、ひっくり返して生地を閉じます。続いてクッキー生地を手のひらの大きさに合わせて丸く伸ばしていきます。ここに
丸めたパン生地を閉じ目を上にしておき、ひっくり返して、パン生地を丸めた要領でコロコロと転がして軽く形を整えます。仕上げに包丁の背で3本切り込みを入れて、向きを変えてもう3本同じように切り込みを入れます。できたらこれをクッキングシートを敷いた天板に並べます。ちなみに飼い主さん用のパンであればクッキー生地なしでパン生地のみ丸めるか、もしくはその丸めた生地のトップにハサミで十文字に切り込みを入れます。では他の4つも同じように作り、180度に温めたオーブンで15分から18分焼きます。はい、これでメロンパンの完成です。ワンちゃん大喜びのメロンパン。即席のパンとして自分たちのご飯にも活用できるのが嬉しいポイント。クッキー生地を省いた飼い主さん用のパンなら所要時間約30分で焼きたてパンが食べられます。はい、以上今回の動画はいかがでしたでしょうか。飼い主さん用と同じようにクッキー生地なしでパンだけでも十分ワンちゃんが喜ぶご飯になりますし、焼いたパンは冷凍保存可能なので余った分は冷凍庫に入れておいて与えたい時に温めて食べさせてあげるといったこともできますので、様々ご活用いただけたらと思います。では今回も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。次の動画もぜひ遊びに来てください。それではまた次回。